ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。7月4日木曜日のニュースをお伝えいたします。桜花の奇跡坂巻さとみです。この番組では桜花の奇跡メンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。それでは最初のニュースです。ブライアンズタイムの血統を持つ伏兵に要注意。今週7日に福島競馬場で行われる七夕賞3歳上 G3 芝 2000m について血統芝馬別に検証していきます。なお中山競馬場で開催された2011年は除きます。過去10回で最多となる6回の馬券絡みが中央競馬クラシック3冠を達成したディープインパクト、時点で3回のチーフベアハートが続いています。2008年から9年に連覇したミヤビランベリア、13年1着、14年3着、16年4着のマイネル・ラクリマのようにリピーターが目立つ傾向もあります。ディープインパクト3区は延べ14頭が出走して2、3、1、8、キングカメハメハ3区は延べ7頭が出走して0、0、0、7、谷のギムレット3区は延べ5頭が出走して1、0、0、4という結果となっています。続いて追い切りの情報です。まずロシフォールが3日2歩半路でビシッと割れ力強い動きを披露し、4波論51秒6、ラスト12秒7とひときわ目立つ好タイムを叩き出しているそうです。そしてクレッシェンドラブも2歩半路でマイウェイアムールとカブセ馬、楽な手応えのまま早くも半ばで馬体を揃え4波論51秒5、ラスト13秒0でフィニッシュしました。ブラックスピネルも快活なフットワークを見せつけているそうです。それでは続いてのニュースです。海外競馬ザカリー・パートン騎手が暫定1位に。国際競馬統括機関連盟は6月終了時点での2019年ロンジンワールドベストジョッキーの暫定順位を発表いたしました。暫定1位は昨年12月の香港国際競争でチャンピオンズマイルや香港バーズなどを制したザカリー・パートン騎手。続く2位はウィンクスの主戦も務めていたヒュー・ボーマン騎手。3位にはジョアン・モレイラ騎手。4位は JRA のクリストフ・ルメール騎手。5位はランフランコ・テッドーリ騎手と続いています。ロンジンワールドベストジョッキーでは2018年12月から2019年11月までにかけての1年間で行われる100のレースを対象に勝利した騎手に12ポイント、2着で6ポイント、3着で4ポイントが与えられる仕組みとなっています。なお、現時点の日本人騎手の最高順位は戸崎啓太騎手の22位となっています。これまでの日本人騎手の最高順位は武豊騎手の6位です。以上、7月4日のネット競馬ニュースフラッシュでした。